信ありがとうございました。うわーうわーさうわマジかマジかっつうか、まあでもこんだけ田中当てられたらしょうがねえよな。田中3人、岸1人で、ただね、イーグルス屋さんは片山が出てきたんで片山対決だったんですよね。いやー片山対決負けたのでけえ。マジかこれめっちゃでけえな。ランキングなるほどですね。まあ追いつけば、少数は追いつけばまくれる、追いつけばまくれて、まあ 1,2,3 位の人にマー君が当たることを考えれば、マー君地獄を抜けられるか。マー君来た、片山来た、マー君来たマー君来た、マー君、結局4人マー君、結局4人マー君やないかい。なんだよこれ。いやーこれ勝ちきれる感じしねえなー。いやーこれ別マッチングになっちゃったのが運の尽きだな。ここ相当爆運がないとこれもう無理だぞ。はい、2番手3番手5番手、1番手4番手ですね。もうこれで行くしかない。もう片山さん、さっき片山さん当てられてると片山さん対決行こうかと思ったけど、結構くじっしさんとのスピー差が激しいんで、まあ、そこに片山さん当てて、なんとかもうこれで狙うしかない。もうこれ41、奇跡の41くれ、奇跡の41頼むよ。よしじゃあちょっともうこれで行こう。19時の説、はい、次ちょっと早計のやつも見ていきましょう。あーマジかー。いやー3位か。いやー二宮先生に勝ってるのにマジかよ。いや縮まらねえよなー、そりゃ3位じゃきつい。4ゲーム半マジかー。今の詰め時だったのになー、マジで。そして対戦相手は全員対戦済みですね、これはね。はい、オーダー吟味した結果ですね、上から、はい、吉見、川上、大野、柳、小松でいきます。はい、でまあここちょっと、いやーまた最上位マッチに戻っちゃったから、まあここでちょっと直接叩くしかないよ、片吉さんとアイビーさんをね。もうそれしかない。よしじゃあ次、19時の説ですね。はい、まずは自分のアカウントからいってみましょう。結果うわっと、待てよ、2位。いやここいや勝ちきれねえわな、そりゃ。うわっマジで、え何これ、立優さん何 5-0。 おーおー、ここに来て 5-0 爆運だね。あーなるほど、でこれか。まあ1位は叩くしかないが、どう戦うか。まあとりあえず5盾しかない。これは相手の先発を見ないと決められないな。決められない気がする、決められない気がするが、仮組みはした方がいいな。とりあえず結構悩むけど、一旦これで4-1-2-5-3。まあこれちょっとで、もうこれを仮組みしてしまうことによって相手のね先発もちょっと多分変わっちゃう可能性があるんで、探り探りになっちゃうんですけどね。まあ一旦勝ち越したけど、もう一丁勝っとかなきゃこれはダメだったな。3ゲーム巻くのは結構きついぞ。まあみんなねこれは MVP の可能性ありますからね、5勝すれば MVP の可能性ありますからね。まあ、伊達優さんがこれ2勝しちゃう、2勝まではいいのか、3勝しちゃうともう決まりなんでね、結構きつい、結構きついけど、マッチング的にはまあまず田中が避けれるっていうところはでかい、俺的には。俺に田中1枚でも当ててくる人がいればもうそれでゲームオーバーだな。一旦これでいってみるか、最終節。まあちょっとね、更新待機の直前とかでちょっと変えるかもしれないですけど、一旦これでいってみよう。はい、現在、1位ですね。ちょっとね、皆さんの先発をチェックしてるんですが、はい、パンチさん、片山さんでいいの？ありがたい。デーブ・ココボさん、藤平、デーブ・ココボさん、藤平。いいの、藤平で。ありがとう。ちょっと待って、結構熱いぞ。岸、立さん、岸さん。おお、岸さんではいいの。ありがたいね。ちょっと待って、673が岸さん。いや、ちょっと待って、これ結構熱いぞ。今んとこ全部投手のじゃんけんでは勝っている、ステータス的には。あ、立さん、そうか。同値だから、ああ、そうか、ちょっと強いけど、まあでもそれでもね、田中とだったら、
はいはい、6の3の岸さん、ああ158、まあでもそれでも勝ってるな。デーブさん、藤弘は 100% 勝っている。うん、めっちゃ助かる、めっちゃ助かる。ブルーリーフさんだけ騎士対決、騎士対決、騎士対決ね。ああ向こうのがちょっとステイ上だけど、まあ、ブルーリーフさん以外には投手ステイでは勝っている。これはでかい。ちょっと、そうなると俺の先発を組み替える必要はない。そうだね、つったまあうーん、いやまあ5連勝を狙うともうこれしかないだろう、これしかないな。一応投手力は全部勝っているから、もうめちゃめちゃ風吹いてきたんじゃないこれ。もしかしたら、もしかする、うん、5連勝したら結構 MVP 確率は高いぞ。よし、じゃあ25時の説、この後、はい、まあ、総計のやつを見て、はい、で、生放送行きましょう。はい、じゃあ総計の方行ってみよう。うん、うわー、また3人かよ、もう、まあもうしょうがないけど。いやー、しかし5番手に、そうだな、小松当ててる人ずーっと負けてるな。うわー、なんだこれ、すげえ肉薄してるやん。3-2、3-2積み重ねて、なんとか2ゲーム 2.5 ゲームぐらいまで来たか。いやー、3つ縮めなきゃいけないんだよな、これ引き分け負けてるからな。結構奇跡いるな MVP は。おー、まあ完全なる上位マッチングだな。うーん、当たったことない人がいるな。はい、オーダーちょっとね、1位直前でいろいろ変えてる方もいて、うん、ちょっとね、吟味結構手こずったんですけど、上からですね、はい、大野さん、川上さん、柳さん、吉見さん、小松さんでいきたいと、はい、思います。まあ、右左の数、うん、相手打者の右左の数とか、スピーコンボバランスを、確認して、これでいきたいと思います。はい、これでちょっと、なんとか、5-0、5-0来い。もう 5-0 しかない。自分の方も 5-0 しかないんだけど。まあ 5-0 しかないとでもないけど、まあ、もう時限的には 5-0 だよね。はい。いけ。吹け神風。ということで、じゃあ、最終結果待機にね、生放送の方に行ってみましょう。はい。でもなんか、1年とか2年とかっぽいよな、なんか。なんとなくだけど。うん、終わってるし、結果出てるし、うん、で4位だし。あー、立湯さんおめでとうございます。いやー、惜しい。あ、じゃあでもこれ5立、あー5連勝だったら言ってたか。で、ちょっと待ってね、中日どうなってるの。中日はた、いやー、ダメだったか総計。いやー、マジかそうか。中日はこれ、早慶はあれですから。うん。6球団目のベストナインですからね。そう。6球団目のベストナインなんで、これは、うん。これは素晴らしい。6球団ベストナイン取ってる男は一人もいないですから。はい。いやー。すごいことよ。これだけチャレンジしたんだから。そうそう。はい、ということで長い、1週間終わりました。最終結果はですね、はい、私タコマン楽天純正がですね4位という、まあ週の半分ぐらいはね1位を確保してたんですけどね、最後まあまあどうしても、1位をね保持し続けるのはちょっとこのね純正ではちょっと、マー君が強すぎるんで、どうしてもね集中攻撃されるとこうなっちゃうんですけど、まあ、引きずり下ろされたタイミングとね偶然、まあ、日曜日のケツが合ってしまったというところで、はい、最終的にはね、まあ、1.5 ゲーム差ぐらいの、まあこの2つが詰められさえすれば、はい、MVP だったんですけどね。まあちょっと他にもね、小田の仕上がってる方自分以外にもまあ結構いる、今回だったんで、まあ結構レベルが高いな、正直という。このね、白たぬきさん、はい。あ、まあまあ、1位の立湯さんもね、YouTube やってみたいなんですけどね。まあ、面白いオーダーでした、立湯さんは。で、この白たぬきさんもね、YouTube やってみたいなんですけど、全く自分と同じオーダーが組めてて、ああ、素晴らしいなと。まあ、途中でって感じですよね。途中で仕上げたって感じでしたけど、そこ素晴らしかったなと。で、まあ、673とね、はい、まあ、このなんていうのかわかんない、残祖達さん、はい、ご夫婦もね、すごいよね、奥さん10位で旦那が6位で、
どんな聞いたことないんだけど、すごい、すごすぎる。でね、こめかみリーゼントさんも34位、素晴らしいですね。はい、まあ面白い、なんかいろんなキャラクターがいて、はい、まあ、皆さんとの対戦楽しかったです。はい、対戦いただいた方もね、本当にありがとうございました。勝手にね、映像を出してしまって使ってしまってね、喋ってしまってるんですけど、はい、早慶中日は、はい、最後3位ですね。こっちのこっちもこっちで惜しかった、惜しかったやな。まあ中日の皆さんも相当にね、1週間まあ、戦わせていただいて、非常にもうこちらは本当に非常に仕上がりが高い、もう10万6000以上何人いるんだっていう、ぐらい仕上がりが高くてですね、相当はこんなレベル高いんだっていうことで、自分的にも中日中世出たことなかったところを、まあ総研の、ね、アカウントで体験させていただくことができて、非常に、まあ、経験になった、いい経験になった1週間でした。はい、ヤクルト純正で、はい、船越がですね、3球団目の、はい、3球団目の純正制覇、ソフトバンク、日ハム、ヤクルト、早くもアイコンにしてますね。はい、3球団目の純正制覇ということで、先を行かれてしまいました。はい、で私もちょっと彼に追いつくために3球団目の純正どこにしようかなで、はい、取っていきたい、狙っていきたいと思います。はい、で、まあ、一番のね、話題はここになるかなと思うんですけど、VIP がなんと阪神純正、阪神純正で MVP ってね、俺でもいい、もう正直チャレンジもしたいと思わない。まずね、リーグを知ってるやつだったらね、本当に阪神純正に突っ込んでいこうなんてやつはまあね、なかなかいないのよ。他球団やってて阪神純正やろうみたいなやつなかなかいないと思うんだよ。巨人純正と阪神純正だけやっぱりもう人口が多すぎて、でまたね、最上位勢もめちゃめちゃ多いから仕上がりまくってるのみんな。だから相当なね、追い風が吹かないと、正直 MVP は取れないと思ってるんで、オーダーがどんなに仕上がっててもね。でも VIP のね、オーダーも、まあ、もちろんその頂上の仕上がりってわけじゃなかったんですけど、まあ持ってるとして言いようがないんだ、これは。まあ、その他ですね、セパタックリーグ秋雪さん、はい、3代目の MVP ですね。女王の連覇ならずというところで、まあ僅差ですけどね。秋雪さんしっかり仕上がってたのかな、中身見たかったな。広島はね、フロースさん、はい、まあ、もう途中から、はい、3節目ぐらいでほとんど決まりかけてましたが、最後ね、ゼブさんが5連勝して、ギュッと詰めたみたいなんですけど、それをちょっと一歩及ばずというところで、ね、横浜はベイマスさん、初めて MVP かな、おめでとうございます。巨人は高弘さんが、1位だったのが転がり落ちて、6位、はい、1位は篠さんっていうのかな。はい、途中でいろいろ DM とかご質問いただいてたんで報われてよかったです。はい、オリックスは、下川チャンネルというね、 YouTube の、はい、チャンネルの男側の方、はい、川さん、はい、川さんまだプロスペ始めて半年らしいんですけど、半年で MVP はちょっとこれも異次元ですね。素晴らしい、これはもう正直多分足らないメンバーがいる中での MVP なんで、大したもんだと 言わざるを得ないですね。はい、でロッテ純正はルパンさんですね。はい、これはもう、早めの段階で決まってましたね。はい、3節目でもう確定したと思います。はい、上原さんはまあ多分いつもの通りガチガチに作り込んでるんだろうけど、2位残念でした。ソフトバンク純正はですね、はい、ソウというチームのね、ワンオケさん、はい、綾鷹さん惜しかったですね。ガチガチに作り込んだみたいなんですけど、西武純正、これも3節目で決まってましたね。和田さんおめでとうございます。はい、100勝もしかしたら今回は唯一か。はい、で日ハムはポンキャンプさんですね。はい、もうちょっとで100勝というところでしたけど、はい、おめでとうございます。はい、まあ、本当に楽天も中日もね、非常にレベルが高くて、面白かったです。はい、反省点もいろいろあるので、オーダーやっぱりまあちょっと仕上がりとしてはもちろん万全でしたけど、立ち回りのところで少し、まあ、時間のなさも手伝ってですね、ちょっとまあ吟味しきれなかった部分だったり、こう見切れなかった部分がどうしても、出てきてたんで、ここはちょっとね、次回以降は、はい、やれればなと。まあ、次回、まあ、必ずね、3球団目の純正制覇をして船越に追いつく、ところからですね、はい、やっていきたいと思います。まあ、次回はね、
次回最強戦はセ・リーグ、パ・リーグ、リーグ別ということになってくると思うんですけども、うん、ここで、まあ、これもどっちに決めに出るかは決まってないですが、はい、まあ、そこ、明日からね、2024のグランドオープンというところで、まあ、あのガチャもバンバン引いていって、とりあえずグランドオープン48選手コンプというところからスタートしようかなと思ってるんですけど、はい、明日というか今日、まあ、ちょっと引き続き応援の方よろしくお願いできたらなと思います。はい、んでは本当にね、まあ、総計のこともあって、はい、本当、うん、ちょっと、激動のね、1週間でしたけども、うん、まあ、本当にあの、総計のことをですね、まあ、皆さん、こう、アイコンをね、サファテにしてくださった方、ツイッターとかでね、いろいろ私、であったり、はい、まあ、そうですね、こう、まあ、ビッグのね、あのツイッターに、まあ、総研のことも書かれてましたけども、うん、温かい、ね、あのコメントをいただいた皆さん本当にありがとうございました。うん、あの総研も多分喜んでると思います。本当に、はい、あのね、総研、を、痛みつつですね、VIP の祝勝会でもやろうかなっていう、うん、感じです、今は。はい、まあ、ちょっと明日から、はい、グランドオープンちょっと動画バンバン出してきますんで、はい、まあ、ちょっと気分一新してね、うん、明るく頑張ります。では、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした、皆さん、1週間。